はい、皆さんこんにちは。みのチャンネルのみのあです。今日はみのあ塾です。ちょっと雰囲気違うところで撮ってるんですが、今日沖縄来てるんですよね。ちょっとニュースがですね、昨日入ってきたので、ちょっと緊急に今これ撮ってるんですけど、もう選挙近いじゃないですか。ですから早くアップしないと、話がずれちゃうなと思って今撮ってます。そのニュースというのはですね、自民党小泉進次郎さんの告発状が出た。ちょっと読んでみますね。神戸学院大学の教授が、代表を務めてた政治団体の政治資金収支報告書に支出など過少に記載してたとして、小泉進次郎、今は選挙対策委員長ですよね。この団体の会計責任者とか事務担当者に対する政治資金規正法違反容疑で、東京地検に告発状を出したというようなニュースがありました。これを見てちょっとびっくりしたんですね。で、進次郎さんはですね、今選挙対策委員長ですから、この人は自民党公認だ非公認だとかですね、この、何々県の何区、ここは誰を出そうかとかですね、そういうことを先頭になって決めていかなきゃいけない人なわけですよ。それがですね、自らですね、こういうような告発状が出て、政治資金の問題ですよね、に絡んでるということになると、自分自らはどうするのかと、自分は降りるのかどうかということになるかなと思ったんですが、もうこのニュース出てですね、2、3日経ってるらしいんですけど、もう今日14日、10月14日ですか。ネットニュースで見たんですけど、あと地方新聞には出ていますが、テレビでも、全国ネットワークのテレビでも、新聞、大手の新聞でも全く見てないような感じですね、これね。こんなことがいいのかなっていう、出ないんですね。これで、あと自民党がですね、非公認12名っていうことも言ってましたよね。石破さんがですね、選挙するにあたって政治の問題、お金の問題で、黒だから非公認っていう12人のうちですね、なんと10人はですね、旧安倍派、これご存知でしたかということで、安倍さんの恨みをですね、ここで石破さんがついてですね、非公認にしてるんじゃないのかなと。なぜかというと、政治資金問題についてはですね、50人ぐらいの人が結構ダーッと名前出てたはずなんですが、ほとんどの方公認されてるんです。自民党公認になってるんです。今でもたった12人ですよ、非公認ですって言って、それでもう国民の皆さん、これは悪い人だから自民党は公認しませんよって、たった12人だけ、非公認という話をしている。あとこの小泉進次郎さんの選対の委員長自らが資金、この政治の資金について問題を、になってるのに大ごとになっていないという、この2つが非常にどう有権者の方が見るのかなと、いう気になります。で、今回は自民党大敗するということも考えられると思うんです。石破さんがあまりにも言ってることと、首相になって総理になってやってることがあまりにも違いすぎてしまうので、これは皆さんちょっと怒ってですね、自民党に入れないようにしようと思ってる方も多いんではないかなというふうに思うんですが、ここで一つちょっと考えていただきたいのは、さあ自民党にお金を出してる、資金提供してる、寄付だとか、政治資金としてちゃんと報告しているお金として出しているの、一番多いのは医師会と言われているわけですね、 お医者さん、それに伴ってですね、やっぱり薬屋さんとか、あと看護師ですねの連盟とか、それももちろんお金を出してますし、あとは大手の企業ですよね、自動車業界の
まあ、連盟とかそういう、まあ、団体ですよね。大きい会社の社長さんが集まるような、団体連盟というのは自民党にお金を出して、自民党さん頑張ってね。だから医師会がお金払ってるってことは、その後選挙で自民党が勝ったら、自民党はお医者さんに対して頭上がらないので、票もちゃんとか、あの組織票がありますから、そうすると、お医者さんがじゃあワクチン打って、これ儲かるからちょっと、ワクチン国民全員に何回ずつか打ってなんて言ったら、はい分かりましたって言って、自民党はそういう流れを大きいにしていくようになっちゃうんじゃないかな。でこれも大きな問題ですよね。まあそういうような形で、必ず資金提供した方たちに政治家は有利になるように動くっていうのは、これは昔から当たり前の話です。じゃあ立憲民主党はどうかって言ったらですね、今度は労働者階級の、まあ、労働組合とかになるとかですね、こう連盟じゃなくて労働組合の方、働いている皆さんが、お金を資金提供しているのが立憲民主党の方なんですよ。だから経営者陣、大きい会社、お医者さんみたいのは自民党、働いている労働者階級、そういう層が立憲民主党で、こういう分かれがあるわけです。票もちゃんと両方とも持ってるわけですね、票は。さあ、そしてまあ公明党はご存知のように宗教だし、あれですよ、自民党もちゃんと宗教絡みで、あのお金が入ってるところありますからね。あのまあ霊友会とか、それも確か自民党だったと思うんですけど、いろんな団体がそれぞれの党を応援してるね、そういうような形で動いている中で、今皆さんがじゃあ自民党ダメだから、じゃあ立憲民主党に入れようかなって言っていいのかどうか考えてください。そこだけはもう、そこだけは、あの2番目、まあ自民党の次は立憲民主だから2番目のところにいっぱい入れて、自民党を少しちょっと懲らしめてやろうなんていうつもりだけで票を入れてしまうと、そこの立憲民主党が今度上に立った時に、まあ、そこで応援している皆さんに利益がある動きが始まっていくので、それは正しいのかどうかっていうことなんですね。で、まあ、今あのまだ、明日ぐらいかな、ちゃんと政党と、もうネット見たら出てると思います、何県の何々区、自分がお住まいのところの、立候補している人たちが誰か、それは政党はどこかっていうのは出てると思いますので、ご覧になっていただいて、まあ細かい令和とか維新とか、まあ、参政党とかっていう、最近ちっちゃいのもいくつかどんどん頑張ってやっていますけど、そういうところの党が一体何を言って、何に向かって一応国政の方に出ていきたいのかっていうのもホームページ見るとまあまあ分かりますし、で今は、そういうところはですね、 YouTube 見て結構言ってますんで、それまで見て決められた方がいいんじゃないのかなっていうふうに感じています。はい、ということで、ちょっと小泉さんのですね、ニュースがあまりにもテレビに出ない、新聞に大きく出ないっていうところが、今ジャンポケの斉藤さんばっかり出してるんですよ。これも裏がなんかテレビ局であるのかななんて思いつつですね、ちょっと動画で発信した方がいいかなということで、今皆さんにこれをお伝えしようというふうに思ってます。あっという間の選挙の、まあ、2週間ぐらいですかしかないので、よくよく皆さんもですね、候補者と政党を考えられて投票所に向かってください。